ミハイル・プデアイフは、ロシアのモスクワ出身の柔道選手。階級は 66kg 級。身長 166cm。2010年の世界団体では3位になった。その後も、国際大会で一定の活躍をするものの、2012年ドンドンオリンピックには出場できなかった。2013年の世界選手権 66kg 級では5位だった。 二千十四年にはグランドスラムパリで優勝するとヨーロッパ選手権では三位になった。地元ロシアで開催された世界選手権では準決勝で日本の高市健吾を技ありで破るが決勝で日本の海追い沼正しに内股で破れたものの二位になった。二千十五年の世界選手権では決勝で韓国のアンバウルと対戦し GS に入ってから 反則負けを喫して2大会連続で2位に終わった。2016年4月にタス通信はプレアエフの他にデニス・ヤルゼフ、ナタリア・コンドラチェはエカテリーナ・バルコアといったロシアの柔道選手が禁止薬物のメルドニウムに陽性反応を示したと報じた。なお、ロシアの柔道連盟はこの件に関するコメントを拒否している。しかしながらこの件にもかかわらず5月には グランドスラムバクーに出場を果たすと優勝を飾った。リオデジャネイロオリンピックでは、初戦でカナダの選手と対戦して敗れた。2017年の世界選手権では準決勝で、世界ランキング1位であるイスラエルのタルフリッカーを技ありで破るも、決勝では、日本の安倍一ふみに袖釣り込み腰で敗れて3大会、連続銀メダルに終わった。 アイフ世界ランキングは1991ポイント獲得で25位となっている。ありがとうございます。